わっさっ、やってもらえです。はい、ということで今日はですね、新キャラパールの動画です。ブロスタパスを買ってる人はね、もうゲットしてる頃だと思うんですけども、最近みんなね、使い始めたと思います。今回は、この新キャラパールをアジアで最速、世界で2番目に、パール1250にしたね、方の動画をいただいてきたので、そちらをね、今日は見て解説していこうかなと思います。後半ね、また僕がパールを使ってる動画なので、よかったら最後まで見てってください。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と、皆さん高評価お願いします。もう最近ね、押してくれる方本当にありがとうございます。もうね、助かっているんでね、はい、これからも高評価ボタンを絶対押してください。よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでやっていきましょう。今日動画を提供してくれた方はりょうさんですね。ありがとうございます。りょうさんは、まあ、さっきも言ったんですけども、アジアで一番早く、1250にした方、世界で2番目に1250にした方という感じなんですけども、まあ、結局そういうレベルの人って勝率がめちゃくちゃ良くないとね、勝てないですよ。でさらにですね、なんとね、今回野良で動画撮ってきてくれたんで、いいものが見れるんじゃないかなと思います。ではね、やっていきたいと思います。さあ、味方はファングとエリザベス、相手はグレイファング、サージか。はい、やっていきましょう。ここで、もうすごいスピード感なんですけども、この狭き門ってところは、真ん中のね、草を取ってる方が強いんですよ。なので、マップ的にはすごいね、相性がいいですね。パールは索敵能力とかも、かなり高いので、まあ、パムみたいな攻撃じゃないですか。だから、ダブルレールとか、はい、ああいうとこも結構強いですね。さあ、スタパはシールドの方ですね。このシールドは、この下のゲージかな、ゲージが 80% 以上の時に、軽減するシールドをつけてくれるので、なかなか死なないパールがね、生まれるということで、 HP もかなり高めなのでね、かなり強いと思います、こっちのスタパは。さあ、ギアがスピードビジョンですね、おそらく。いや、でもエイムめちゃくちゃいいっすね。全然外してない。さあ、ハイパーチャイ使ってウルト使うが、これは範囲外。ここで右のファングを倒して左のグレーも倒していく。めちゃくちゃな火力してますね、こいつ。さあ、しかしサージやられて、ここはエリザベス倒しちゃえば入るんですけど、これはちょっとって感じですね。野良っぽい感じなんですけども。さあ、りょうさんいい感じに無双したんですけども、チャンスつかめずということでね。さあ、このファングウルト持ってるんで、ボールを前に蹴ったってことは突っ込むんじゃないか。さあ、突っ込むんですけども、これはやられてしまいますと。さあ、これきつい。いや、あれ勝てんの？ファングめっちゃ強ない？普通に。はい。ファングこれ強いっすね。さあ、でもいいとこでやられましたね。さあ、左これは壁を壊すかすごい悩んでるんですけども。あ、グレーが壊してくれましたね。自分からはね、あんま壊したくないですよね。まあ、壊れちゃったんですけど、守りやすくはなったんじゃないかなって思います。さあ、ファング突っ込むんですけども。あれはやられてしまいますと。さあ、ごちゃごちゃして、結局、取られてしまいました。いやー、ファングがいい感じに突っ込みすぎてる感じありますよね。さあ、一点ビハインドなんですけども、こっから勝ったから動画を提供してくれたんじゃないかということで、ガジェットを使って、このガジェットです、皆さん。もうこの効果力。めちゃくちゃ削れますからね、一発当てるだけで。まあ、パールは本当、ちょっとでもね、当てれるようにして、回復阻害をしたりとか。で、その回復阻害中もね、結局火力が高いので、あ、そう、急にエリザベスが、覚醒していく。3キルですね。急にエリザベスの覚醒。さあ、ウルトが溜まっているんですね。なんで、ファング来てもいいですね。さあ、グレーがウルトで突っ込んでくる読みの正面待ち。さあ、うまいですね。さあ、ハイパーチャージ使って。足速くなって。これはどうするか？さあ、ハイパーチャージ中のパールはめちゃくちゃ火力高いよ。さあ、すごい火力で倒していく。さあ、ということで、1試合目は勝っていきましたね。こんな感じで、エイムがやっぱすごいいいなって僕は改めて思いました。パールの攻撃って、もちろん当てやすいんですけども、あんま連射したりとかするとね、一気に詰められたりするので、ちょっとね、一歩待って打ってるようなイメージがありましたね。うん、すごい丁寧に立ち回ってますね。野良のやっぱカバーとかもちゃんとできていたんで、すごい細かい部分でね、こういうのがやっぱ勝率が高くなるんじゃないかなって思いました。じゃあ次の試合見ていきたいと思います。はい、ということで次の試合、味方フランケンモーティス、相手はモーティスファング B ですね。ちょっときつそうだね。ファングがやっぱ重いかもね、これは。さあ、真ん中モーティス先に死んでしまったんですけども、フランケンが一応取ってくれる。さあ、ここは削れている B をしっかりと当てて倒していく。やはりエイムの良さが光りますね。カバー力あるよね。
さあガジェットでモーティス焼いてるんですけど、これは死ぬと思ったらウルト2人当てられてしまって回復されてしまうと、これはきついですね。あれウルト重なってなかったらねモーティス倒せました。さあしかしこのシュートをモーティス防いでいきます。さあフランケン、これはガジェットを使ってうまい。さあウルトも使って剥がしていく。ファングのウルトあるんでちょっと気をつけたいんですけども、それはモーティスに使ってくれました。さあシールドをちょっと貯めたいところですね。さあ 80% 以上になってシールドが高いので3200で済みますね。これ結構でかいね。 B のあれを3200で済むっていうのはね、かなりの生存能力が高くなるというかね、やっぱ死なないように維持してる感じがありますね。味方が結構死にやすい、キャラクターたちなのでね、はい、自分が死んだら一気に攻められちゃうということでね。さあガジェット使って、これは不意打ちガジェットで倒せるんじゃないか。さあめちゃくちゃ高火力ガジェット使ってあんだけね、当てれたら B とかはね1コロですよ。さあモーティス、フランケンがちょっとマジできつそうだな。ハイパーチャージ溜まっている中、これはウルト使って壁もろとも倒していく。あそこでハイパーチャージを使わないっていう判断も素晴らしいですね。あそこを使って一気に上がってもよかったんですけども、一旦街みたいな、立ち回りしてますね。さあ B が怖いぞ。結構ファングもウルト溜まっている。さあハイパーチャージこれどこで使うかが結構ポイントなんじゃないか。シールドつけて、さあここでモーティスが来るの分かっていて、それに合わせてガジェットを使っていく。モーティスに対しての読みがねめちゃくちゃさっきからいいですね。さあウルト使ってファングも倒して、これはフランケンにパスするんですが取れず。さあここでハイパーチャージ、ハイパーチャージの火力がエグすぎる。700連鎖わー強いね。やっぱチャンスになったらハイパーチャージ使うっていう素晴らしい使い方ですね。さあ残り16秒なんですけども、これはさすがに取らせたくないと。ウルトもあるんでモーティス来たら使う。さあファング今ウルト使って、あウルト使ったんでね、こっち来ると思ったんですけども、フランキンがしっかり止めてくれたんで、ウルトもね、使っても当たんなかったみたいな状況ですね。はい、ということでこの2試合どっちもねやっぱキーマンでしたね。味方が結構突っ込むタイプのキャラクターがどちらもいたんですけども、その中でねしっかり周り見て、チャンスだと思ったらハイパーチャージ使ってとかウルト使ってとか、はい、結構大事に大事に丁寧に立ち回ってましたね。こういうのがやっぱ勝率が本当に高いっていう理由に感じましたね。なんかチームじゃなくて野良でやってくれたのもなんかそういうところを見せたかったんじゃないのかなって僕は思いました。はい、なのでパール使う方はねぜひともこんな感じでね、ガツガツもそうなんですけども、丁寧に立ち回ると野良でもね安定して勝てるんじゃないか。ガジェットを使うタイミングとかもね見極めて使っていたのでめちゃくちゃうまかったですね。さすがアジア1位の速さはい、ということでりょうさんありがとうございました。りょうさんのツイッター、まあ、X は下の概要欄に貼っておくのでぜひともねフォローしに行ってください。お願いします。じゃあ後半は僕の、パールということで皆さんよかったら見ていってください。わっさっヤジマルです。そしてわっさーヤジマルです。はい、ということで、今日はですね、まあ、ちょっとミロカに来てもらったんですけど、ヤジマルです。なんかひき肉ですみたいな感じの感じじゃない、なんかもしかして僕の YouTube ショートの一発ギャグを見てくれたんですか。いや知らん知らん、ごめん。え、見てくれないんですか。見てください。見ますわ。はい、まあまあいいんですよ。あーやばい。ね、一応今日の動画の内容なんですけど、まあパールのまあ1位取ってた人の動画なんで、その中ね、まあ後半僕が動画でねパール使っていこうみたいな感じになってます。はい、よし。実際バトロイはどうなん、強いん。バトロイのパール僕使ったことないから分かんないけど多分絶対強いですよ。あー、ミロカどういうのが強いと思うのこいつの。え、普通にガジェットの火力がやばい。あー、まあそれはそう、それがえぐい。暗い動画で当たったけど普通に火力えぐいなと思ったさ。うんうんうん、内装しすぎるそれ。でこれはね、ここ壊してこうですね。ゲーレッツゴー。めっちゃいい感じじゃん。えぐい。まあ押されてたんですけどね俺は。これは上です。これここです。いや待って、やばい。やめてそれ。ね、バレてない、バレてない、バレてない。いやそれ俺が死ぬからそれ。あ、俺死んだ俺死んだ。あ、やばい、待って俺も死ぬ。え、死ぬな。なんでって、バレてない割にめちゃくちゃ食らってんだけど大丈夫そうそれ。え、パールにバレました。あ、パールいるのか。そっかそっか、敵にもパールいますよ。なるほどね。おい、あ、死んだ。さすがに、さすがに。あ、やばい。えぐい。いや、そうだよね。
え、待って、ま、ワンチャンやばい、マジで。ああ、怖い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 。左左左。まあ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 、さすがに。まだ3人いますよ、これ。うん、知ってる知ってる知ってる。いた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 。いや、まあ、これはさすがに。オッケー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 。うわ、おふざけ、おふざけが過ぎた。怖いってー。わかんないよね、さすがに。わく？いや、わかんないわかんないわかんない。いや、怖いって、マジで。ちょっと怖いな。はい、行きましょう。うわ、すんごい編成なの、これ。相手、誰ミッドだ、これ。サージ？サージあるんじゃない？サージミッドか。うん、全然ある、それは。いやー。サンサン、わかんねえ。あ、マジでサージミッド。え、サージサイド？サージ、ブルミッド。ブルミッド。感がブルミッド、ブルミッドなんだけど、いやこれはだ、おい、そんなこと言うなよ、野良だぞ絶対、キモいでしょ、おお、やめろよそんな、すごい言うじゃん、キモいとか言うなって、真ん中から突っ込んでくると思うんだ、いや強っていうか普通にファール、マジでファール、草割れるのやばいな、うん、久々に使ったけどちょっとやばいっすね、両辺無双しすぎじゃない、うまいな、焼けてます、まあ両兵もね、し、あの LCQ 出るぐらいうまいんで、いや気持ちいいです、キャリーされていや、まあマックスも結構いい感じやけどな、いやー、バトラーゼンマックスなんで、あ、思ったよ、俺ハイパーチャージきたわ、おっ、うおおおすげー、敵諦めた、諦めたねー、ちょっと強すぎ、強いな、やっぱこのキャラ、うん、あ、はい、はい、ちゃ、はい、ちゃ、お疲れ、えぐ、え、強っ、ブルやばい、逃げて逃げて逃げて、危なナイスー、オッケー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 、これは勝った、勝った、そ、そ、取りたい取りたい、ちょ、エメ全部取りたい、落ちてるエメ全部拾います、僕これ、オッケー、やばい、やばい、危ない危ない危ない、いや、サージが諦めてたからよかったけど、いやー危なかった、おー、バトルです、そんな笑う、そんな笑う、楽しい楽しい、よし、さあ、お、なんかちょっと強そうじゃん、これ決め、これちゃんとこれキモいな、な、なんでそういうこと言うの、なんでそういうこと言うの、なんかタンクでかく、タンク遠征ってキモくないですか、いやいやいや、まあキモいけど、あんま言っちゃダメよそういうの、いや素敵だな、タンク編成、ちょ、タンク編成、いやー、やっぱ素敵だな、タンク編成、素敵も言わないから、言わなく、何も言わなくていい何も言わんでいいでしょ、これ普通に渋くないですか、火力が足りないんだよな、いや、まあ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 、それでどうにか追い上げてください、あーいい、めっちゃいいじゃん、えぐい、ナイス、あぶねー、うれい、ナイス、いや強いね、これができるとね強いんですよパール、確かに、でこれで、ね、焼き尽くすじゃん、いや強い、ガチで、ガジェットが、ガジェ強いね、いや、やっぱ33だとね早いね、これたまんの、いやー本当ですね、ガチ強え、うえぐ、強くね、ジャッキーの範囲広、ジャッキーの範囲広、今俺までってスローダウンかな、あ、そう、ジャッキーめっちゃ広いから、マジで広いな、うん、いやでもちょ、パールめっちゃ強い、あ、えぐい、え、てか、勝ち、強いね、ダブルレールめっちゃ強いかもしんない、いや強いな、マジで、めっちゃ強い、あー強いな、いや、パムが強かったから、そういうことか、パールも、うん、はい、ということで、ちょっと、あー、これは結構強いんじゃない、編成ちゃんとしてるな、ジェシーミッドパムで、まあ、今ちょっと流行りのタンクに対してのコーレットってことですね、まあ、コーレットなんかでも久々に見たな、ちょっと、ね、方法にしましょうちょっと、あの一発目当たんないでもろて、いや大変失礼いたしました、はい、反省してます、これも、おお、いい、いいですね、あ、これ倒す、俺、はい、やっぱり2発当たった、えぐい、マジ強い、寄ってくれる、いや、いいね、俺は死なねえ、よし、よっ、勝てんの、エグ、いや、あれ一発ね、耐えたのがでかいっすね、俺、エム拾ってるだけなんだけど、あれ、来る来るの、どうなの、そっちかい、おお、お前が、ガチ強いじゃん、こいつ、あれ、すいません、
いやでもその足速いで、もうちょっとで俺ハイパーチャージしたまる。ちょ、これからハイパーチャージのこと吐いちゃって予防で。あ、それ浸透させる。浸透させる。みんな、あの、ハイパーチャージャー吐いちゃって予防ね。僕はあえて呼びません。なんて呼ぼうかな。あー、リロードされた。頼む。なんて、ちゃんと僕が敵陣で、うん、敵陣運んでいきます。あ、やめて、ちょっと待って。いやパムのあれ強かったな、さすがに。お、死ぬんじゃないお前それ。さすがに僕が死なないっすよ。え、待って、どこにいる君、どこにいんの。え、僕上っす、上っす。大丈夫。うえーい。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じでパール使ってたんですけども、後半やっぱ、まあ、使ってわかるけどめちゃくちゃ強いっすね。そうっすね。うん、まあデュオはわかんないですけども、まあミロカ的にも強いっていう感じで言ってるんで、まあ皆さん、よかったらブロスターパス買ってください。はい、全然ありよね、ブロスターパス。いやー、まあありだと思いますね。全然強いと思うんでね。まあでもね、特化して強いって感じじゃないから、でもみんなトラ上げしてる人が多いと思うんでね、よかったらいいと思います。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。チャンネル登録、高評価と、ミロカのチャンネルリンク下の概要欄に貼っておくんで登録お願いします。さっすー。はい、終わります。皆さん、それでは、わだ、バーイ。